ありがとう。ごめん、めっちゃね、急に思い立った。今お家に着いたんだけど、今お家に着いて、あ、配信しようって思ったので配信をしてみました。みんなには言ってません。オンラインありがとうね。いきなりごめんね。昨日はありが見てこういうのやれるんだよ。どうだ、色ついてんの、ちゃんと。これちょっとね、なんか一度寝れるようなプチプラのリップが欲しい。キャンメイクとかセザンヌとか、なんかやっぱりさ、血色感欲しい時にさ、リップって塗るじゃない。ちょっとお高いリップだと気が引けて塗らなくなるからさ、お安いリップを思う存分。もう眠いんて、みんな察してるでしょ、このコマの喋り方で。でもね、配信をしたいと思ったので配信をしました。はあ、リップです。今日一日中寝て、そういう日があってもいい。食べちゃえ食べちゃえと一緒、寝ちゃえ寝ちゃえだよ。みんなありがとね、ギフト。コマちゃんは赤ちゃんが、青ちゃんが言ってたの。どの口が言っとんねん。おい、新沢葵、あんたが一番赤ちゃんやろ。青ちゃんが赤ちゃんって言ってたの。かわいすぎるんだけど。そうだ、みんなに、あー、今度話したいことがある。まだ言えないっていうことを今心で察した。頭でってなった。そうだよ、赤ちゃんに赤ちゃん祝われる。雨すごかったね。コマちゃんの生誕ってマジで一番輝いてるよ、一番目立ってた。私の生誕っていう、ここにもうちょっとであれが追加される、オルゴール。コマは今日オンラインのおしゃべり会でね、ちょっと雨がすごい地域にいましたね。あれ、ある、今日あれあったんだよね、あれ、新潟総踊りがあったらしく、にぎわっていたのかな。昨日は着なかったけど、先月着てくれたの、生誕ティー、ありがとう。
うん、ギフトいっぱいありがとうね。普段の10倍になってるんだ。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する、まばたきさえもでき、ちょっとうろ覚えです、ごめんなさい。これ最初のゆうさんのギリギリが好き、顔は出ないんだけど、かっこいいし可愛いし、サスケ頑張ってほしいし、頑張ってるのから楽しんできてほしい、本当に。次は NST 祭りですよ、皆さん無料で閲覧いただけるので、ぜひぜひお時間と交通費に余裕のある方は見に来てはいかがですかと思っておりますけど、どうですか。こむちゃんの連って案外静かだよね。なんかコマがみんなに気を許しすぎてるのかな。静か？ごめんね。もっとうるさい方がいい？どっちがいい？原宿のカフェ行ってレイコマしてきて見たよ X。 あーみゆちゃんしてくれ、おっと名前は言っちゃいけないんだよねショールーム。ごめんみんな、みんなごめんね、これはちょっとコマが悪い。あ、してくれたなって見てたよ。ひらひらな服でしょ。これはね、別のゾゾタウン、別のとか関係ない、間違えた。ゾゾタウンです。今日はリカ、こちらこそたくさんありがとう。新潟でもカフェやるね。そうなんですよ、駅近の、ね、新潟駅から本当に歩いてすぐだよね。で歩いてすぐのカフェなんですけど、 NGT48 とコラボさせていただいて、コラボメニューとあのイベントがありますね。なんとあれがあるんですよ、季節外れのアイスレモネードがありますから、ぜひね。あそこまで、ね、行ったことあるんだけど、めちゃくちゃ美味しいから一緒に行こうじゃないよね、間違えたよね、一緒に行けたら行こう。絶対行かないやつとか言わないで、思っても。してくれたらね嬉しいかなと。だってさ、初の試み、そんなことはないの。ごめん、あんまり歴史を知らないかも。ごめんごめん、心配かけてるよね。元気なんだけどね、究極の眠気が来てるの。嘘、なんか頭回ってないのかな、熱いのかな私。メイク変えた？おう、まつげ変えた、すごいね。え、すごくない？本当にまつげを、わ、違う、私もよくわかんないけど、ちょっと女の子っぽく、髪もあるだろうね。前髪切った、すごいね、すごいでしょ。
倒れるだけで腹筋ワンダー怖ーやめなさいって感じですよね。すいません、ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊す、ほ涙のダムが崩高いんだよね、崩壊するじゃないよね、崩壊するわかんない、さよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する、崩壊する、ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する、崩壊する、練習してくるねちゃんとNST 祭りは NGT が来るとき毎年ありがとう、じゃあ今年も待ってますよ。あれなんですよ、あれなんです、私は去年行ってますからね、アンナとヒロカと3人でオーディション受かって最終審査からお披露目まで期間があったじゃない、その間会えないの寂しいねってなって NST 祭り行こうかって言って、去年アンナとヒロカとまだ NGT48 じゃなく ただの高校生3人でオタ活してきましたよ。だから会ってたんだよ、会ってたかもね、そしたらゆあちゃんに会いましたそっかジェシーか、こまじゃあ中学生だったんか、普通の高校生と普通の中学生として、やばめっちゃ高校生ずらしてた、最悪だね、緊張すると歌声が小さくなる、そうかもね、同じ場所にいましたよ、みんなのコールを聞いてましたよ、はいほーわいパーみたいなね、もうじゃあ何かに座ってますよ、あの姿勢を良くする椅子です、椅子の上に本当は置くやつだけど下に置いて姿勢よくしてます、懐かしいね、そう思うとコマはねオーサムで感動してました、オーサムみんなでオーサム、あのオーディションでオーサムを踊り合格したので、あのね、オーサムが一、しかもオーサムが一番好き、コマなんか違う、なんか一番好きな曲なんですかって言われてオーサムって言ったことはないんだけども、なんて言うんだろう、このなんか久しぶりだよねお元気ですか、ようやく会えて本当よかったっていうところからのもう盛り上がりが好きなんですよ、歌の構成が好きなんです、とっても上がる感じがするじゃない、好きですね、だからよく聞きますね、でもさ一番好きな曲何ですかって言われてさ NGT なん
わかんないよね。一番って言われたらわかんなくない？好きな曲なんですかって言われたらもうさ出てくるけどさ。ね。NST 祭り来てほしいね。頑張りますのでぜひ応援の方よろしくお願いします。名曲ぞろいですよ。おさみ踊ってみたい。本当の振りを知らないので私は。オーサムは踊ってみたいね。もちゃんのメール取り始めありがとう。楽しんでくれてるのならよかったけど。NST の自生理研そうだよね。暑い中ねできるだけ外にいたくないよね。ステージ立つ前は緊張する方ですか？緊張してるんですけど私はすごく私の中ではすごくね。でもなんかみんあのステージ見たみんなに度胸あるねって緊張しないのって言っていただけることが多いから、あれ私って緊張しないのかってなってるけど、自分なりにはあのイメージトレーニングとなんか絶対に肩を回したいし首をこうやりたいのしももを叩きたいっていう、なんかうんこれなんて言うんだろう、直前にステージ以外のことは考えたくないですね。静かな環境にいたい、できるだけ。歌声ですぐわかる？本当？嬉しいそれ。また劇場公演でコモちゃん見て、コモも劇場公演に出たいよ。4期だとさやっぱソロの歌割りとかないから、私はうんちょっとねいただけるほど前に入れてないのでごめんなさいなんだけど、みんなにとってみんなからしたら聞きたいってきっと思ってくれてるのに、ソロで歌えるほどね書きなんていうんだろうちょっとね書き消されてしまう位置で歌ってはいるけども、誇りを持ってみんなに見てもらえてるっていう誇りを持ち歌ってるので、コモちゃんの声を聞き分けてくださったら。それに比べてさ劇場公演はやっぱりさあれじゃない、一人一人がフューチャーされる瞬間があるじゃない、ちゃんと一公演の中にどれだけ端の後ろにいてもね。やっぱ今まで4期初めて4期がこうやってなんか4期だけで丸々ステージをいただいて、何曲も4期だけでやる、うん、いいんだよね、何曲も4期だけでやるっていう状況に経てを出て状況に行ってどうなるんでしょうかね。うん、どうなるんだろう、楽しみですよ。とってもみんながねみんなと楽しく本番を迎え、みんなと楽しくパフォーマンスができて、なんかちょっとあ4期こういう雰囲気なんだ4期だけだとって思ってもらえると嬉しいですね。4期でずっと一緒にいるのにやっぱり4期だけのステージはなかった、あんまりなかった。なんか人をくくりの中の4期だけの曲みたいなのがあったけど、人くくりがその4期じゃない、今回は。それが楽しみですね。その私が喋れてる理由である、なんで何を言っても拾ってくれる先輩っていう武器がないので
ちゃん今度オンライン参加するから釣ってください。来た時考えるよ。まあ武器なんてないですよ。何もないです。何もできないです。本当に私は何もできない人なんです。助けてみんな。嘘、一人で生きてく。ちゃんと頑張る。ノービシールしかないわ。9月公演29日コモンいるじゃん。劇場公演出たい。本編で本編出たい。またコマちゃんのおしゃべり会楽しい。ありがとう。伸びしろしかない。それは嬉しい。なんかさ、先輩と目が合うとさ、パフォーマンス中に幸せホルモン分泌すんのよ。今日負けの時のレイナさんとの目が合う感じがすごく好きです。なんか覗き込んだ私とふーんってやってるレイナさんと、その笑顔がなんかいつものレイナさんなんだけど、曲に入ってるからなのか、ちょっとだけ幼げな顔で笑うんですよ、レイナさんがね。見どころですよ、そこは。とってもうん、見どころだと思う。このラスサビのさ、ルーッ全然全勝ありえないだろうの肩の力をで肩の力を抜こうよはいって感じで目があの2回ね、その時のレイナさんがニコニコなんだけど、すっごいなんか幼い毛のニコニコで可愛いんですよ。その目線の先に私も入りたい。ステージ上がるってこと？かわいいね。いろんな衣装姿のこもちゃん直伝みたいね。え、いろんな衣装着れたらいいけど、着れるのでしょうか。私はどんな衣装を今後着れるのでしょうか。こまちゃんがエネルギー源ですか。それは良かった。五大栄養素に私が入るなんて。水キャラです。ちょ、水飲んでます。でも今日言うほど飲んでないかも。でも昨日はあの3本ペットボトルかっさらいました。わあ、 I love you じゃん。ありがとう。 I love you too。 かわいい。ありがとうね。ゆはさんがコマッチャをよく使ってます。ウケるんだけど、かわいすぎるんだけど。何それ。あの、ものにしてくださいって伝えてください。メールでも使う。まさかのコマのこと大好きなんだな、ゆうはさん。今度こそコマちゃんのお話し会に行きたい。次いつだ。9月もうない。え、9月あるか。23にオンライン。
オフラインは10月の東京と11月の大釜。水キャラ封印だね。東京もさ行かせていただきますね。昨日みはるさんと困っちゃうやったな。聞いてましたよ、ちゃんと隣で。困っちゃう流行を目指しましょう。誰かすごく影響力のある方。23日のオンラインこそ日にち間違えないでしょ。え、何間違えたの？聞いてないけど。え、返信くれた？全員全部読んでる。オフライン東京行くね、ありがとう。え、待って待って、初めてお顔見るか。そんなことはないか。ん、そんなことある？お友達づて？それしか情報聞いたことないけど。コマ劇場やろっか。コマ劇場でオンラインありがとうね。こちらこそ。お誕生日おめでとう言ってくれて。え、返信送ってくれたの？全部読んでるよ。本当に届いた？コマ不足っていうのしかが一番最近。また会いによろしくね。あ、思い出した。え、思い出したよ、本当に思い出した。これガチの方ねもうじゃあ認知されもうしてるんじゃないかな。いや、情報がを知ってるとまだはっきりとか。まだ直接お話ししたことないもんね。メール直ってるのかよくわかんない。私ももうやだもうやだ。悩まなくていいところで悩まなきゃいけないのやだ。なんだよ、なんでいつも、なんでみんなメールの返信届かないの。最近 G メールに変えてくれた方でも届かない。アプリが有料言うの？そんなのさ、スイッチ入っちゃった。本当にそう。直接お見送りとかで悪くない？返信できないねえ。 Gmail にせっかく書いてくれたの。洋服かわいい、ありがとう。自分で全部考えたの。届かないし、型は届かない。返信あんたは届いてるよ。認知してーってコマ不足の土日。え、嘘、だってさっき見たばっかだよ。コマもう一回見てみる。見落としてた。コマさんっておしゃれ。本当嬉しい。でも服好きかも。服好きかもです。ママもそうなんです。リボンなんですよ。先輩メンバー、あー、やっぱ不具合あるんだね。俺の届いて、アプリが一番なんか有力っていうのをひろかから聞いた服かわいいでしょ。なんか最初はね、白とあのデニムのワンピースだけにしようかと思ったんだけど、なんかね、普通すぎてちょっとつまんないなってって思ったから、あえてちょっと黒のフリフリを
着てみました。そう、いろいろな系統の服を着るんです。本当にスポーティーな服も着るし、ちょっとなんかなんていうの、古着っぽい感じも着るし、もちろんこういうガーリーも着る、これはレトロっぽいよね、ちょっとし、ガーリーっぽいのも着るし、全部着ますよ。昨日の靴はピカピカでした。そうなんです、あれ涼しくていいんです。あのね、あっちゅい暑い。昨日ガーリーなんかさ、ガーリーでさ、長袖を着たの、調子に乗ってね。すごく調子に乗って長袖を着たら暑い暑い。本当はね、あれにブーツを履こうと思った、ショートブーツを履こうと思ったんだけど、もうそんなの履いたら足から何まで暑くて暑くてどうにかなってしまうって思ったから、サンダルにしました、ピカピカの。そう、4期めっちゃチャイナだったんだよ。わかる？なんか昨日は大丈夫だと思って長袖着ちゃったよね。着ぐるみの人いたから。すご、それマジで暑いよ絶対に。待って、10時までじゃんね。こまちゃんね、このあとね、弟くんがなんか一緒にね、ちょっと家族の時間があるらしくて、寝る前にもう寝ちゃうから一緒にちょっと行ってくるので、今日はここら辺にしようかな。ごめんね、いきなり始めていきなり終わっちゃうって。明日どうなるんだろう。明日ね、ちょっと予定があって、何時に帰ってくれるかわからないし、から何とも言えないけど、お写真はチャットとメールに載っけます。あ、明日みゆみゆさんのお洋服着るから、みゆみゆさんからいただいたお洋服を明日着るので、気になる方はチャットかメールかぜひチェックしてください。ちゃんと読むんだよ。あ、コマが書いたみたいなってあった。最悪、ママが勝手にね入れたの。隠そう。あ、スクショしよう、久しぶりに。みはるさん、うん、ありがとね。また明日ね。お疲れ様だよみんな、頑張ったね。おやすみなさい。おやすみね、バイバーイ、またね。